暴風力かな、風もすごい。だってこの位置で棒を言ってるから多分上上がったらもっとすごい。ピエロさん、行きます？うわぁ頭の中は行くつもりで行ってもおらないですよ。バトルになりませんか。まずはまあみんなに合わせます。じゃあ行きますか。え居酒屋松本。ちょっと体調の意見聞きたい。体調の意見どうも。これこれこうだからこういう行動をっていうか。体調ちゃいますね。みんなに合わせるよ。もう行きたくなかったら行かんでもいい。私、演算層は止まりたいけど、クロスロムジュにどっちでもいい。あの、148号線のところにラブホイール演算層あるから行こうか。ですが、キャンセルできなかったら行こうよ。うん、それだ。キャンセルできるって山小屋が。キャンセルできるわ。キャンセル振りって言われたら行こう。いや、言わないって。そんな聞いたことない。キャンセル料500円でも行くんですね。いや。すげえ奇妙。マジ、キャンセル料で考えよう。いや、みんな基本ケチだから。マジか。欲かみたいな。欲が体を動かす。いや、俺それは意味やから。いかんねやったら、その泊まりの料金がキャンセル料でかかろうが、いかん。いかんっていう方向かな。いかんねやったら。行くんやったら。1日悪いんやったら行かへんけど。一応お昼からは回復傾向。3、4時間はね。悪いだけで、あと回復傾向になってるから、明日の朝にはものすごいいい景色が見える。それはあるんだから、ちょっと待ってみる。なんかイルカと最近の天気はほんま当てならへんもんな。なんとも言われへん。今日だって雨の予定じゃなかったもんな。さあ、どうすっかね、これは。そこが一番大事。いや、だって不安はなくない？だってこんな別に。まあ、みんなからしたら何でもない天気やからね。普通に考えたら。不安なんてないって。今までどこ行ったの？みんなが思うのは、ゆかちゃんが風で飛ばされへんかなってぐらいのもんと。それは不安要素。いや、なんかこういうセルフ撮って。不安はないわ、絶対。これケンさんやったらいつもどうする？ケンさんは、あの、もう。ケンさんの足が痛くて。嫌なだけ。何言ってんのかなとか思って。じゃなくて。この百戦錬磨が、そんな、こんなハイキングコースぐらい別に。ただ暴風の中8時間歩いても思んないでしょって多分言ってるだけやからさ、晴れる見込みがあんねやったら。暴風の中ずっと8時間じゃないから。いや分かる。でもそう、分からへんか、それはね。まあ行ってみないとね。そうだから別にほら雨やったやんけなんて誰も別に言わんけど、うん、まあでも結構外出するからな、夕方。まあだから別に行く分に関しての不安とかは別に全然ないです、うん、あとはもうほんまどうする、うん、そうどうするかだけ。いや、私は演算層のケーキを食べに来てんで、今回は。ゆかちゃんやる気はない。そうや、普通やったら私絶対打てんやったら来へんやん、うん、いろんとないとうやん。もう行きたくないって一言言うやん、うん、それを一切言わかったのは演算層のケーキのためや。いや、ほんまどうしようかな、マジでな。ただ、うん、何とも言われへん。でも昨日の山頂会って別にさ、あの、いや、もう行かんでもええかなとか思っててんけど、行ったら楽しかった。行ったら楽しいのもう間違いないねんけど、それは分かってることやん。そんな行動食弁当頼もうって言ってまた人の取る気やろ。私結構持ってるからいい。いや、そうやね、ゆかちゃんの。そうやね、今は取ってきてたね。じゃあ昨日めっちゃ余るわーってここでブワー出しててんやん。あ、問題ないなって思ってた。あ、もう計算の中に入ってん。もちろんお水もあるから。麦茶が700円。ありがとう。めっ一本丸々飲んでないよ。ほぼじゃあ俺安心。大体こんだけの雨風やったらな、飲まへん。まあ、そうやな。昨日が私のアクエリテムのゴミだけ渡されて、行動としては最低だな。すぐ食べたいときに。オッケー、ありがとう。嬉しそう。じゃあジムに行くなら行く。ジムに行く。全然まだやで。待ってるけど。こんなセカさん取ってやな。今行く気なかったのに今まで。なんでいきなりそんなやる気出してんの。行けちまうなら行かなしゃあないで。いやけど出発7時って言ってたで。いやでも。
俺足遅いから、ちょっとでも早らせて。え、ケンさん、私も遅いから、昨日疲れたな。いや、二人とも遅いはずはない。なんでよ、昨日、登りでさ。全然ですよ。まあ、ケンさんちょっと痛そうやからさ、まあ、ゆっくり行こう。うんうん、だから、自我猶予欲しいなって。俺みんなに遅くて悪いな、思いながら。いや、全然遅ないで、ケンさん。いやいや。軽いでいっぱいなんだけど。女子トイレは空いてると思う。でも、女子トイレ行ったら怒られるんじゃない？怒るだけで済んだらいいけど。いやでも俺うんこ我慢できないけど、すいません、まんまりです、ちょっとミニスアイス買って入って帰ってたら結構ね、許してくれる。山越えだ、うん、あ、どうぞどうぞってその勇気は俺にはないわ。あなたの目の前で粗相するかもしれないで、それもじゃあそれで入っといて外で、あれどっかで見えへんかどっかであれ YouTube でどっかで見たんちゃうみたいな言われたらできへんでYouTube 関係ないと無理やって無理やでも女子トイレから藤本さんって出てきたらちょっとびっくりする間違えたかと思うよねでも堂々と出たらいいんじゃない堂々と共用便所のように入れへんよこれ言ってるやん俺は平野さんに行きたいとか嫌がって全部平野さん悪いがいちゃうそうっすね全部平野の自信が悪いんすよ俺は行く気やけどみたいなこと言ってましたね無言でなんか圧力したもんね、うん、ゆかちゃん顔死んでんで大丈夫、うんうん、大丈夫眠たいゆかちゃん早しろ言うてきてまたやってるやん携帯取り付けてるわ今おいおい、俺らに山屋の何たるかを語る資格はないな、あいつにさっき天気のことでちょっと怒られた。お前、なんて怒られたの？怒られたっていうか、この天気図が読めんと山やるならって天気図は読めません山屋、早せえやシャックが、あ、いいよ、行っててあ、いいよ、行っててよっしゃ、行きましょう。はい、6時38分出発。うん、行きましょう。8月9日、日曜日、天気は雨、稜線は暴風の予定です。昼から晴れることを祈って。それでも僕たちは進みます。俺たちが道っていうのは下山もあんねんぞ下山も道下山も道やぞ進むも道やもう進むも引くも道やみんなもそれ帰ってきてなあ居酒屋行こうぜ言うてますよ晴れんのかほんまにこれこれ飛ぶなよシーズン4は大丈夫大丈夫うるさいだわ何であるこの人たち今度ビデオしたんだけどちょっと遅かったやつでもそれやるんだバイク違うそんなん言っても飛ぶぞ上でシズまだ言ってへんやんけまだ言ってない行こう隊長行こう大体シズホは大丈夫うるさいとってるよ。とってるよ、そら。何してるよ。行こう行こう。え、上までが1000から10分でどういう意味？あの1000あれ登山道なんですけど。1000。あ、あの斜めに。え、不満よ。おテンションすら危ういのに。なあ、カズッチ。なんや東おテンションって。しょうもない。やっぱ帰ろうか。あ、そうか、今帰ってんのかでもここまで来たらエンターと入ったうっせやん、まだ1時間ちょいやでちゃうねん、もう寒いねん俺お前と違って体脂肪率が低いからさで、デッドあるってリモコさんはって言ってねで、あんな体脂肪率いや、カズっちゃ変態やんかお前はほら見て、あ、抜くそこはさ、一緒やん抜くそや抜くそや抜くそや痛い あかん、もう冷たいから冷たいからもうあかん何の写真えいや、
勝手に取れやそれはもう寒いわ。ここ一番奥のガチャ元バラン取って寒いね。もうただ辛いだけやね今。景色も見えへんしもう寒いし。いやそうやねんけどいつもはさそのワクワク感とかあるやん。ドキドキ感とか。そんな1ミリもないもん。いやワクワクはせえへんやろ別にお前。辛いわほんまに辛いわ。いや分かってなかったよこんなんお前。いやほんまに手冷たいね。こうやったらいいやん。私もそんなんでいられへん。お前も手冷たいやろ。冷たいからそれ触ってみるやん。いやもう分かれへん俺も冷たいから。いやお前の方がまだぬくいで絶対。ここあったかい。ここここここあったかい。いやもう冷たい。寒いわほんまに。外出してるから寒い。じゃあもう走って行こうかな。つば九郎まで。そこにはラーメン食べれるからよ走って。ラーメンもうええけど。つば九郎はさ、うん、ご飯期待できんねやろ一応ね、うん、うっせやんマジで。ゲンさんあんなもんハンバーグ出しとったらな。とりあえず無難やから出してるだけやろ。あの台とお天井の台と体格の台と。じゃあシーズンあかんと後ろも向かんと前向こう。前向いていこう。言うから前向いていこう。疲れた。前足前足もうテンションええわ。もう天才ですね。ちょっと温まったかな。でも体力も使った。じゃあもう分岐どこ分岐。もうええわ。痛い。ゆかちゃん痛い。ゆかちゃんどこ行った。ゆかちゃんあれじゃ下に。ちょっと休憩しようや。走るから。バーカバーカ。なかなかやな。ザックカバーない方がええんちゃう。おう、ない方がええわ。体調だ。体調。足折るって。おい、お前、嘘やろ、お前。今のは嘘やろ、お前。絶対嘘や。絶対嘘や。あんな、よろけるわけない、あんな風で。自分がさ、行こうとしたときに体ふわって上げる瞬間はあるやろ。踏ん張ってたらそれ止まるよ、絶対。止まるよ。止まる自信もあるよ。けどさ、足上げた瞬間、体重こうやって移動させた時にポンって来たらさ、乗るさ。食べに行ったな。食べよう。無理やとったらまだ9時40分やし、無理やな。いやあれっすよ、向こうに比べはすげえマシっすよ。マシかよ、まあ、マシマシ多少マシ言ってんだよ。あの2割マシ。あんなさ、アユの甘露煮なんて年寄りしか食わへんやん。いや、あれアユやった。アユ。いや、なんか知らんけど。あれ高いやで。何か分からない。あ、高いやで。意外に高いやで。確かに。あんなの食わんでしょ。あんな出すなよな。だって目玉焼きの1個でも出してもうたもん、まだマシやろ。確かに。いや、そう、思んないな。天気良くないし、もう寒いし、もう凍えるし、何がおもろいねん。いや、かけっこがおもろいじゃん。だからもうあいついじるぐらいしかおもろいことないじゃん。もっと他に探したら楽しいことないやんけよな、この稜線上に楽しいことなんて、お前汁以外に。いや、あとこう、一人だとやっぱつ、多分一人だと絶対つまんないね。誰かと心折れるわ。もう心折れてまう。あ、みんなおるから、もう一人やったら帰ってるわ、もう。あの時点で帰ってるわ。帰ってるよな。何だ。お考えが2人とも一緒やねん。お前声でかいねん、ほんまに。体も声もでかいねん。なんで
カジもしてない。カラオケでかいやんけ。あかんて、ジュードもう、あかんあかん。痛い痛いもう。もう痛い、ほんまに。いや、言わへんかったらいいやんか。こっちで返せや、お前。つらいやん、今。私もっと辛い。寒いから。私もっと辛い。いや、俺楽しくしたいだけやね、ほんまに。楽しないわ。ほんまに。なんで私犠牲にならなあかん。え？なんで私犠牲にならなあかん。自己犠牲をもう覚えろ、お前。自己犠牲。いや、そこそこ自己犠牲。なんで私そこまで。自己犠牲を覚えて、人として成長いく。そう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 、そういうことやで。お前を育ててんねや。中まだ入ったらダメ。それ何のパン？それ作った。チーズ。チーズを今食ったわ。なんか豆パン食べてえな。豆好きやな。最低の物乞いやなこれ。いや俺もうちょいマシやと思う。ここよりほんまに。あ、ゆかちゃんそれちょうだい。食べられないよ。甘いやつ、ええよ。ありがとう。甘いの食いたかった。コロナの前食べるもんね。これはおい、ね、おい、おい、次のもうです。全部食べる。どんなもんすか食べてる。ゴミ捨てとくまーす。なんでゆかさんのゴミは持っとくのにさ、私のゴミは返すわ。全部もらったらゴミは持って帰るじゃん。 年齢差やんか、うん、あれ俺より年上やから。あれゲスやな。俺より年上やからゴミ持って帰るけど、お前のゴミは持って帰れない。ひどいなそれ。はい、いかんいかんいかん。はい、おテンション。おテンション。おテンションプリンス。おテンションだよ。おテンションついたー。おテンションプリンス。しまくれ。来ましたー。やったら入んな。やったら入んな、みんな。オッケー。なんかタイムラプスみたいやった。すごいなー。ゆかちゃん、二の腕はまあそうでもないな。足も太いな、ゆかちゃん。足太いじゃん。風邪の方が太いね。うん。ちょっと、まあ言うまでもない。あ、ちょっと危ないぞ、ここは危ないぞ。じゃあ、足の太さはゆかちゃんと。おい、シスター2行くぞ。シスター3が明日来れへんけ、お前。10時23分。出発。さっきの女の子可愛かったよな、まだな。しかもさ、その挨拶するときだし、結構さ、頑張って笑顔やったよ。めっちゃ可愛いと思って。あのしんどさをな、もう男の子がこうやってな。そうそう、それやられた。な、やられたよな、お前な。お前らもうアマゾネスと呼ぶわ。アマゾネス静岡とアマゾネス床で。ええやんけ、もうそれで。聞けや。お前が男にこうやってやられることなんて一生ないんじゃん。なんで一生ないとか言うんだ、やられるもん。逆もあるかもしれない。逆はやりたくないです。雷鳥にも見せつけられてな、もう。お前終わってんな、ほんまに。終わってる、やな。昨日のね、めっちゃ晴れてきたで。めっちゃでもないやんけ。晴れてるよ、さっきまで真っ白やん。全然めっちゃか、これがめっちゃか、ほんまにめっちゃか、ほんまにめっちゃか、めっちゃな、めっちゃ。つば黒見えてんのか。雷鳥に見せつけられて、お前雷鳥に嫉妬するって、お前終わってんぞ、ほんまに。嫉妬はしてない。嫉妬なんかしてないよ。してたやんけ、昨日。いいなとは言ったら、明らかにつがいやったもんな、かっちゃん、あれ。ラブラブラブ。演技すんな、ちゅうぞ。めっちゃ飛んでんね。ゆかちゃん飛んでないか。大丈夫やな。ちゅうぞ、大丈夫やぞ。じゃあ分かってるよ。だから女優やったらそれをマジに演じな。そうやろ。お前が所詮芸人なのか、それともほんま女優なのかは今ここで分かる。どんどんハードル上げるやん。かかってくるか、お前や。いける、こんなもんいけるやん。いけるやんか、お前。さっきと言ってることちゃうろ、お前。はよいけ、もう。さっき橋本怖い演技で言うたちゃうか。じゃあここで怖い演技しな。さっさと登さっさと登れよ、お前。まあ黙って登れ、ケツ。まあ、ケツ寄ったこっち来んな、お前。違うやん。いや、いいよ、ゆかちゃんはいいよ。しずほは飛ばへん、しずほは大丈夫。ゆかちゃん可愛い。はい、登れよ、お前。デートしてこいや、お前。やっぱり平野さんとこアルバイトでちょっと呼ぶ。そうやな、息子お願いします、次男。
もうライチョウにね嫉妬するぐらいの女やからもう末期ですわ。嫉妬してないやんか。デートになってちょっと嫉妬やんけ。それは嫉妬やんけ。やめてやないか。おしゃれ登山はオブットを。じゃそれ多分なハイマツの向こう探したらさ、ライチョウのつがい出てきて余計惨めになるだけやからこいつの場合。そう、ライチョウに嫉妬する女しずほ。ライチョウしずほやな。ええやんけ、お前サンダーバードヒルズやねんからな。ライチョウしずほで。サンダーバードしずほ。間違ってないやん。いける。いけるか、いけるかしずほお前。いけるか。いけるよ。いけるか。測ろうか。測ろうか。しずほ。通る前に。いや、あ、お、いける。あ、うお、いけた。ギリギリ。あ、やばい、やばい。いけたな、しずほ。よかった。マズッチ。いや、こっちの面。いや、こっちの面は無理やわ。こっちは無理。こっちはいけるわな、全然な。そう。もうそこに見えてる。ちょっと待って。頭はあかんやろ、お前。頭どこ行ったで、今。今までは、一応先輩やで。頭やめててやんか。もう今の終わったから。お前足短いな、ほんまに。足短いな、ほんま。あ、行けや。お疲れ。お疲れでした。ああ。お疲れっす。お疲れ。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ。地に争う。争いに行きます。せやな。ストーブあるやん。離れられ。なんかスタッフの対応も全然違いますね。レベル高い。ね。だから、そこに。うん。観察者これを。うん。乾かしてもねえな。ナイス、ナイス。うん。館内は禁煙です。お願いします。ちょっと長いんでゆっくりどうぞ。これ邪魔し。そうですね。そして大村様、靴をこちらに置いていただきまして、はい、本日の大村様のお部屋は、はい、この上の段と下の段、はい、上と下、はい、ボックスで、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ボトル持ってお声掛けいただければ入れますので。あれ、いつからエンドラーズもこれになったの？その対応も全然違うな。トイレも超綺麗かった。トイレびっくりしたな。トイレ綺麗。髪流していいんと思ったの。じゃあね、来たよ。でも山小屋はもうあの上の、いや、まあまああんなんが普通、わかんないけど、ここがやっぱ良すぎるから、みんなやっぱ次回乾杯。めっちゃ凍ってるやん。やっぱりゆかちゃんみたいにこうやったのさ。めっちゃ痛かったわ、あの時。喧嘩なんてしてないやん。してたわ。一方的な強奪やんそっちの方が最悪。もうほんまに押し潰されるのかと思ったんですよ。大丈夫、その辺全部計算してんねんて。俺ほんまにしてない、してない。お前が押し潰されへんであろう体重しか上げてないのに。痛かったもん。痛い、多少はしゃあないやんか。なんでしゃあないの。なんで私は痛い思うし、お菓子奪われなあかんの。素直に出せへんからや。謝れへんからや。謝ったらあげますよって言ったもん。何を謝ることがあんの。今までの全部や。全部やって、お前そんなん分かれへんやんけ、どれがどれか。お前アホか。一部じゃなくて全部やって分かるやろ。逆に分かれへん、分かれへん、分かれへん。うるさいな、もううるさい、うるさい、うるさい、黙って一番おっさん大変ながら今のは今のリアクション大魔王だ。あー、こらごちゃまやな。からない言うてんねん。もっと食え。なんか俺まだわからない言うてたんけど、あたし今度取り扱い説明書はファックスしてて。俺もファックスしてて。ゆかちゃん青くや。やっぱからない。からない言うてんねん。ゆかちゃんうまいってこれ。もっと食え。あれでゆっくり飲んで飯食えなんてな。昨日めっちゃ寒かったもん。俺も昨日めっちゃ寒かった。めっちゃ寒かった。あれ最低やったな、ほんまに。なあ。多分ここも今じゃ、それ嫌じゃないか。多分な。うん。いやでも飲めないのはしょうがないとしてさ、コロナで。んでもやっぱさ、窓の近くのご飯と味噌汁だけは絶対後に持ってきた方がいいと思う。いや本当に冷たかったんだもん。めっちゃ冷たかったもんな。いやそれ人数少ねえやからさ、うん、配るぐらいやってくれたよ。そうな、だって同窓代わりで持ってくるんだから。そうそう、気配りがねできてない。あれひどかったな。食べ過ぎちゃう。なんかさ、それでご飯食べるはず。いや今でしゃあないかもしれんけどさ
あの格好で髪の毛の取ってこれ。ちょっとちょっとちょっと何がついてんの。何これ、お菓子。ケイさん聞くよ。ケイさん聞くよ。これちゃうか。トウモリコの破片ちゃうか。破片じゃなかった。それがどうやってくる。いや、ここは昨日俺がっくりやったわ。何？いや、ほら、仕方がないんやけど、いわゆる山小屋のほら食堂におった子がさ、全部完全防備でさ、あのいわゆる。そう、あのバイオハザードに出てくるやつらみたいになってたもんな。いや、ほんまに俺らコロナなんじゃないで、俺らもう実験体扱いやん。なんかそんな感じする。一人でももうかかってもうたら山小屋閉鎖。いや、分かる。いや、攻めてるわけじゃないやけど、なんか、いやこれじゃ山小屋入る。いや、もうそれやったらさ、もうあんなんせなあかんねったら閉じてまえよ。なんか困るよ、うん、あんなんもう山小屋のそのあれじゃないでしょ、ほんまに。あれ、そんなかったらまたバチンと閉めてもらってセルフで取りにしてくださいで。そうで、あの食器は返してくださいにしてくれたらよっぽどいい、ね、あんなもん俺らゾンビですよ、全部、ね、ゾンビみたいなもんやん。いや、まあ俺はな、でも君らは違うやん。違う。あれ、まんで危ない時、俺らもコロナ患者がバカやろって思ったわ。あれでも何出されてもまずいで、あの格好で飯出されちゃう。まず何出されても無やけど、シナモンシナモンのシナモンの代わりに、あのな、これ入れたらいい、あれ入れたらいいっていうのは信用者が。そう、もうゆかちゃんもそういう時もう黙っときて、ほんまに。ゆかちゃんやで、何だっけ、サングリア。サングリアは入れるよね。フルーツにつけてやるから、これ別にホットで沸かすわけじゃない。もうサングリアって何。もう美味しいもん出すからもう黙っときて。腹いっぱいでご飯食えへんのあれねって言ったんやとか。もう言うの3時やで。もう腹減ってしゃないわ。もう俺は大丈夫。なんかさ、いや悪いんやけど、これだけ飲んだらさ、呼び水になってさ、腹は減るわ、歩くわ、飲みて、もう欲求がひどいんや俺。もうケイさんは許す。だって60何年かこれできてきて許さないわ。いや、残飯処理もする。食と合わせて残飯処理もする。えらい。女に残飯処理させてるの。女に残飯処理させてる。いや、その女の顔に誰ポカリ吹きつけたの。めっちゃおもろいから期待しといて。あの、焼き止めのキャンプは最高だったね。男クズ伝説が出てくる。ふわふわ、私セカンドで。あ、行く？9月一緒目。その代わり私は引き上げてもらう。いやいやいや、俺が引き上げたろかな。もうでも。なぜ、何引きでもいいし。あの、外してなかったら全然、お前は取ったよ。お前の練習やろうが大体、視点取るための。だって3人やったらさ、誰かが。じゃあ、ウーマンズ。アルパインクラブ、アイゼン。ただ、で、3パーティー開けて貸し切り。もうあんま気にせんでって、もう、行ったら分かるから。そんなやべ、いや、そんな、あ、クライミング言うほどのルートじゃないんやから。140滝。それも行きたい。うん、それ行こう。あれって何月ぐらいだっけ？ 3 月頭ぐらいやな。3月頭。もう後半になったらちょっと汚い。汚い、ね、うん、あの、土が落ちてる。あれ、避難小屋狙いやから、あの、わざしずほとまゆみと、牧歌できる女探さなかった。みんなで行こう、牧歌。そうそう。いや、俺も140滝行ったことないから。あ、行こう行こう。あ、行こう。あの、興味はある、それは。2700里山の雪山歩きやから。レイさんのとこやったら来たんや。おぉ、だいぶ豪華だもん、みなみちゃんとやら担げると思うわ。いけんな。これ、いいやろと。いいね。これよ。いや、ゆうことしずほとまゆみそろったらもう最高や。めちゃくちゃ好き焼き。高級焼き肉で。すき焼き。牛で。前足シスターズはもう、ぼっかできますって。前足シスターズ。ゴルジェの中に水に浸かって、まとらなくちゃな。あれな、お前。フリーで行ける言うてんのに、お前がロープ出せ言うから。行けても行けたやろ、実はあれ、フリーで。だ行ける、フリーで行けるから来い言うてんのに、ロープ出せ、ロープ出せってこいつが言うから。唯一の日の当たらゴルジェの中の水の中使って。マユミさんもめっちゃ震えた。こいつが悪いねん。安全を期してやん。いや、でもさ。フリーで行けたやろ実際あれは。行ったから行けて。行く前はこれ登れる。だから俺が行けるって言うてるやん。俺は行っても私は行けない。じゃあお前のレベルで言っとんねん。ものそれお前のレベルで言ってるってほな言ってよ。ちゃんと声出すまん。ちょっとあの。これどうも。行ける行けるは絶対前つぶやから。そうでしょそうでしょ。じゃあカズッチの行けるやろそれは。あそれもまず。やろ。俺の行けるはお前のレベルで言うてるって。いやでもよ当たり前やろ。落ち着いて考えて。行けない人には行けるって言わ。
ないから。そうやろ。そういやそれこの人この人ぐらいで。下はちょっと怖かった。あの一瞬だけやろ。あの初めの岩がちょっと被っとったからね。そこが私は怖かったから無理と思って。で行けへんかったドボンやし。だからドボンやから。ドボンぐらいだったね。めっちゃ寒かったんですよ。もう入らないと思って。でもお前耐えれたわけ。耐えれた。すごいすごい。褒めてんのか怪我してんのかどっち。褒めてる。いやすごいって褒めてるし。どっちも。いやでもよ。こいつはウェットいらん。大変じゃん。こいつはほんまにウェットいらん。普通5ミリぐらいのウェットぐらいの音量がある。私3ミリ買った。え、私のこと言ってる。五ミリ並みって。五ミリちゃん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 。え、もしかしてミートウェット？ミートウェット。お前もあだ名つきまくりやな。一個にして。五ミリちゃんいいじゃん。青でんな。青青です。ナイフス。もう気絶。なんで自分そんな。俺が分からへんからって嘘教えてんよ。なんでよ。じゃこれ何がおもろい。キロだ3回。キロ？めっちゃ大きく出る。もうええから早く赤出すって。上がりー。ただまあおもろいかおもんないか言うたら別におもんない。暇つぶしのゲーム。まだやんねや、はい、なんで外行くの。もう外行くんやったらウノやってるのがマシよ。してたらほんでウノがおもんないんですよ。寒いって言ったらケンさんこれどこがおもろいの。ウノもう俺骨折かこれ誰もうええからカード出せ。ごめんかすってまた言うの忘れてエロビーやこんなおもろい登山ないでよかったね。プーさんこっち民党してるだいぶひどいこと言ってんで